テンション0、100で挨拶。こんにちは、えっちゃんです。血液型は AB 型。誕生日は11月12日。何人兄弟？兄弟は姉が一人います。本名は？本名はえつこです。身長と体重は？身長 153.5 か154、体重は今は47キロです。足のサイズは？足のサイズは 23.5 センチ。好きな食べ物は？好きな食べ物は一応ね、とんかつが一番好きなんだけど、とんかつ以外にも唐揚げとか焼き鳥とか、まあ、いろいろ好きです。お寿司とか。最近のマイブーム？最近のマイブームはジムに行くのとネットフリックスを見ること。 YouTube 歴何年？ YouTuber 歴早くも6年目に入りました。 YouTuber になる前何してた？ YouTuber になる前は実は中学生から20歳ぐらいまでは、まあ、学生をしながらタレント事務所に所属してました。経験人数。経験人数の話は東海オンエアの方を見ろ。元気なうちにスクショタイム。なんかいい感じに撮ってください。今一番欲しいものは？今一番欲しいものはなんか可愛いネックレスとかアクセサリー類、指輪とかそういうのが欲しいなと思いながら買ってないです。今まで借りた車で一番乗りやすかったのは？今まで借りた中で一番乗りやすかったのは GTR の R35 はもちろんね、最初にしてはすごいやっぱオートマで乗りやすかったし、あとは乗りやすいで言うと GR ヤリスはもう本当に乗りやすいし安定感もありました。最近おすすめの YouTuber は？最近おすすめの YouTuber は、平成フラミンゴさんめっちゃ面白い。で、リセともよちゃん、すごくダイエット頑張っててね、見ててモチベに上がります。あと、サワヤンチャンネルさん、大パンやばい。スイカ割れてるのやばい。今まで一番好きな髪型は？今まで好きだった髪型は、ロングのツインテの、紫髪の時もすごく好きだったし、今のこの外羽もね、すごく好評で、私的には気に入ってます。みんなはロングとショートどっちが好きですか？一度でも好きになった歌い手さんやアイドル教えてほしい。今まで一度でも好きになった歌い手さんやアイドル、まあ歌い手さんはね、私ニコ動民だったのでめちゃくちゃ好きな人いっぱいいて、ロンさんとかレオルさんとか、あと黒猫さんとか、引退してしまった方とかも入れていいんだろう、ビップ店長さんとかもすごい好きですし、あとアンダーバーさんも好きです。モチベってどう上げる？モチベ上がらないときはモチベ高い人と話す。モチベ高い人と話すことによって向上心を上げさせてもらってます。異性との出会いあった？異性との出会いはありましたが、あっただけです。好きな人できた？好きな人はできてません。自分を動物に例えたら？お家にね、物をストックしたり貯金したり、あと食べ物口にいっぱい詰めたり、なんかそういうことを考えると、もしかしたらなんかリスとかモモンガとかハムスターとかそういう類。人生で一番大切なものは？人生で一番大切なものか、命。最近読んだ本は？最近読んだ本は最近ほんと読む時間があんまりなくて、本っていうものを読んでないんだけど、何でもいいんだったらタロットカードの本とか、でもちゃんと文として書いてある本っていうと、りっちゃんから借りたね、睡眠を良くするための本みたいなやつを借りて読みました。胸をでかくするには？胸をでかくするには遺伝に抗うことはできないので、持っている全力で太って胸を残しながら痩せる。ぶっちゃけ今何カップ？いや、これさ、聞くけどさ、私のダイエット動画ちゃんと見てればさ、3サイズとか公表してるからなんとなくわかると思うんだよね。まあ一応ね、E の64か F の70かみたいな感じですかね。で、何度も太ったり痩せたりを繰り返しまして、アンダーもトップも
大きくなってしまったという。へ、学生時代どんな子だった？学生時代どんな子だった？私自分では結構オタク、陰キャで真面目に勉強してて、なこれと言ってない、もうスクールカーストの下位のオタクっていう感じだったと思うんですけど、まあ、ひーちゃんがね、大学の時の同級生なんで、ひーちゃん目線でお願いします。アンサー。イニシャル D で好きなキャラは？イニシャル D で好きなキャラクターは中里武史。もう私が GTR が好きになったきっかけは、あの中里のね、走っていく。中里の乗ってる車の後ろ姿を見た瞬間だったね。あの丸目がピューンって、赤いライトピューンってなった時に、なんだこのかっこいい車ってなったのがきっかけなんでね。人生の中で影響を受けた人は？影響を受けた人は中川翔子さんかな。やっぱりなんかこうマルチタレントさんでもあり、漫画家さんでもあり、声優さんでもあり、もう本当にね、なんか私がやりたい、なってみたいっていうものすべてやってて、でかつね、顔も私中川翔子さんの顔になりたいって、もう小学生の時から本当にこれはね、もう聞いたらわかる、同級生とかにずっと言ってて、本当にしょこたん様という感じで尊いですね、憧れております。自分が出した曲で一番好きなのは？私が出した中で一番好きな曲はやっぱりいい子進化論かな。1曲目はすごい好き、でも1曲目っていう思い入れで言えばいい子進化論なんだけど、個人的にみんなに聞いてほしいって思ってて、あの気に入ってるのは異常識世界です。じゃあここからは私の曲を BGM に質問答えていきましょう。壊れたいっちゃん。小指ぶつけてみてください。あ、ブルベ、イエベ、ブルベです。肌なんでそんなに綺麗なの？肌はね、多分ね、これも遺伝もあるんだけど、一応小学生の時からもスキンケアをお母さんに言われて気をつけてました。好きなゲームは？好きなゲームはなんか簡単なゲームが好きで、一発で決まるような、なんかソリティアとかテトリスとかマリカーとか、まあ上手くないんですけど。で得意なゲームは人狼とかアマンガスとかボードゲームとか、うん、頭を使ったゲームが得意です。心理戦とか。 YouTube いつまで続ける？YouTube をいつまで続けるかっていうのはよく聞かれるんだけど、まあ、聞かれてっていつも困るんだよね。なんかこう一生とは答えられないけど、やめるつもりはないというか、多分頻度が落ちることとか別のことに集中するタイミングはあるかもしれないけど、 YouTube というものがある限り私は多分ね、ゆるゆるとずっとやっていくんじゃないかな。楽しんでるんで。結局うまく駐車するには、運転席右側じゃん。で、あの駐車するとき線あるじゃん。で右側で、まあ、間違いなくさ、こうミラー見たりとかしながら、後ろの線からこう前の線まで右側の線は見えるわけじゃん。で、助手席に人が乗ってたとしても、こっち側が開く分にはいいじゃん、もう自分側より。だからこっち側の右側の駐車の線を見ながら、こう完全に駐車してます、私は。なんで右側がだってまっすぐ止まってればさ、絶対左もまっすぐじゃん。右側まっすぐで左もまっすぐじゃないってことないからさ。あとはバックの距離はなんか車のね、あの映像がモニターがあるんで、それ見ながらやってます。車好きになったきっかけは？車好きになったきっかけは、イニシャル D をお父さんが見ていたのを私が一緒に見て好きになりました。あとお父さんも車好きで、なんか86乗ってたらしいですよ。なんか写真見たけど。うん。ボンボンメンバーに一言。ボンボンメンバーの皆さん、本当に、あの、いつもありがとうございます。これメンバーって言ってもね、運営の方含めなんですけど、6年近くやっぱ一緒にやらせていただいて、本当にね、ボンボン TV ってね、家族的な感じなんで、私からしたら。あんなにいいチャンネルないと思うし、あんなに仲いいグループ YouTuber、私他にね、あんまり聞かないぐらいだと思ってるんで、これからも何卒よろしくお願いします。最近一番嬉しかったことは？最近あった嬉しかったことは、私がですね、ずーっと、こう、推してた人とか、なんかまあ、要は私が好きだなと思ってたり、あの憧れてる人とかからここ1年間ぐらいですごくなんかこう知ってもらえてたりとか、連絡もらえてたりとかして、それはすごく感動しました。それこそしょこたん様とかもね、わ
感じです。最近あった失敗した話。最近あった失敗した話、いろいろあるんだけど、ここ最近自分が本当におバカだなって思ったのは、冷蔵庫に食べたいなと思って買ってきたものを入れて、それをね、なんと3日連続で食べずに、毎日食べたいと思いながら買ってないと思って食べてないものを3つ買っちゃって、まあ、結局3つとも食べたんだけど、記憶力がね低下してるというか、失敗しまくってます。セクシー担当ドミちゃんに譲りますか？セクシー担当を譲りには、ドミちゃん身長153センチ超えたらね、結婚してください。私と結婚するには相当覚悟が必要だぞ。覚悟したならばちょっとかかってこい。絵が上手になるコツは？絵が上手くなるコツはもうま本当に描きまくるしかない。絵を上手くなりたいとか勉強して頭良くなりたいとか、本当にやるしかない。運動もそうじゃん。絵もね、とにかくやるしかないし、あとは私は最初に大事だなと思ったのは、上手い人をとにかく真似るだと思います。オリジナリティは後からついてくるから。YouTuber で顔がタイプな人。顔がタイプな人は、私これもう何回も言ってるし、この動画スカイピースさんのね、なんか総選挙動画的なやつ、こちらでももう言ってるんですけど、本当に中野恩くんはね、もう顔が整っているなぁと、すごく思います。で、あと最近でね、思ったのは、かわやんチャンネルのヤンくん、スキツパが治ったようで、なんかすごく、やっぱ外国人の人って顔が整ってますね。垢抜けるコツは？メイク変えたし、すごく。あと、ダイエットはめっちゃ頑張りました。スキンケアはもう昔よりもすごくこだわってて、インスタとかに載せてます。学生のうちにやっといた方がいいこと。これだけはやっておいた方がいいよっていうのがあって、本当に学生でしかできないこと。つまり、バイトとかお仕事って別に社会人になったら死ぬほどやると思うんで、遊ぶためにとか、自分がこう、学生生活を楽しむために、10代はね、時間がいっぱいあるんで、その時間を楽しむためにバイトをする。要するに自分の時間をね、いかにエンジョイできるかだと思います。勉強しつつ、趣味とか自分の、こう、夢中になれるものを探す。好きな漫画のキャラは？これはね、みんな知らないかもしれないんだけど、シティハンターの冴羽りょうが理想です。よっちのこと、好きになったことある？ない！願いが叶うなら？もし願いが叶うんだったら、いや、これだけは、これはね、マジな話で、世界平和。みんなが愛を持って、他人を傷つけない、そして自分を好きになれる、そんな世界があったらいいのに。今、半分終わりましたよ。おー、意外と早いかな。好きな異性の仕草は？腕まくりとかいいよねって思いつつ、あ、私スーツフェチなんですよ。スーツが好きなんで、こう、ワイシャツとネクタイを緩める仕草。で、鎖骨が見えた瞬間とか、はっ！なんと！ってなりますね。最近ドキッとしたことは？最近ドキッとしたことは、異性と出かけた時にふとした瞬間に、当たり前のように荷物を持ってくれたら、私あんまりそういうのをこう持ってって言って持ってもらったことはあるんだけど、ふわってなりますね。最近の目標は？こう、自分が死ぬまでにやりたいことを何個できるかっていうのに挑戦してます。YouTube 以外の目標もたくさんできてます。今挑戦したいことは？今挑戦したいことは、腹筋を縦ラインを入れるという、すっごいもう自分の自己満足なんだけど、お腹周りをすっきりさせて、なんかいいくびれを作るという挑戦。これ挑戦なのか、これが目標か。まあでも本当にね、こういい体作り、健康になるという挑戦をしている。本当に不健康だったんで。香水何使ってますか？香水はスタメンがね3ついて、あとシャネルのやつは夏だけかな。シャネルのは夏だけなんですけど、それはまあ過去の動画見ていただいて、今秋になりまして、スタメンこちらです。クロエの、オードパルファムとジョーマローンのピオニー&ブラッシュスエードコロン、
で、一番多分最近使ってるのはジミチューオードトワレ、こちらですね。こちらの3つになります。好きな花は何？好きな花はダントツでバラ。えっちゃんのストレス解消方法は？とにかく体動かす、ものを食べまくる、たくさん寝る。 LINE の着せ替え作ってほしい。 LINE の着せ替えはお楽しみに。実は Uber でよく頼むものは？ Uber Eats でよく頼むのはコキ。最近はね、ひーちゃんと一緒にめちゃくちゃハマってて、こうサーモンとかね、タコのコキがめっちゃ気に入ってます。テキサスホールデブポーカーはやらないんですか？これね、横澤さんによくリプ送ってますが、テキサスホールでもやらないんですかみたいな感じのリプが来たんですけど、ポーカーやります。はい、実は誘われたらできるようにしてますって感じですね。みんなと一緒にポーカーやりたいです。誘ってください。乳首の色は何に一番近い？いやどんな質問？っていうか他の人と比べたことがないんだけど、ピンクっぽい以外ある？トイレのドアはまだ開けっぱなしにしていますか？トイレのドアはなんとひーちゃんとね、半日以上一緒に過ごすようになってから治りましたと言いたいとこなんですけど、一人で家にいるときは治らないですね。ひーちゃんが家に来てるとき、スタジオにいるときはめっちゃちゃんと閉められるようになったんだけど、さすがにひーちゃん帰った後気が抜けたらつい開けてますね。まあでも前よりは治ったんじゃないかなと思います。どうすれば幸せになれますか？いや、それは私も問いたい。幸せになりたいよな、なりたいよな。でもな、最近気づいたんだ、幸せになりたいって言ってると多分幸せになれない。なんか幸せになろうとして自分で幸せにしないと多分なれないよ。風景画を描くことってありますか？風景画は描くことあんまりないんだけど、学生の時はよく描いてました。油絵をやってたんで。好きなパンを教えてください。好きなパンはコストコのパン。愛したい？愛されたい？愛したいし愛されたい。でもどちらかっていうと多分愛したいのかもしれない。愛を無限に与えたい。1年間ずっと同じ季節になるとしたらどの季節がいい？1年間か、春か秋か、まあ秋の方が好きなんだけどな、どっちかな、春かな。前までは秋って答えてました。今まで使ってきたメイク道具で一番使いやすかったものは何ですか？今までで一番はね、これ結構あるんだけど、このベースメイクはもうこの2個のセットがもうここ2年ぐらいそうなんじゃないかな。これはもう完全リピートしまくりアイテムなんだけど、このね、下地、ポール&ジョーのこの下地はね、もうね、4本目ぐらいになりますね。ダントツでこれですね。夜食におすすめなもの。夜食におすすめなのは、セブンイレブンのこういうね、ちっちゃい透明なプラスチックの入れ物に入ってる、これぐらいのね、お惣菜が売ってるんだけど、それのナムルみたいなやつとか、あとナスのおひたしみたいなのとか、山芋のね、漬けみたいなのとか、あとサバのおろしポン酢煮とか、いろいろあるんだけど、シリーズが結構ね、カロリー低くて美味しいからおすすめです。飽きないダイエットの仕方教えて。飽きないダイエットはやっぱりね、食事制限とかきついし、同じ運動を繰り返すのって難しいと思うから、ダンス一個覚えるって決めてダンスしてみたり、ネットフリックスとかアマプラとか見れるんだったら、まああと YouTube でもいいしね、見ながらウォーキングしたりランニングしたりっていうのも私はめちゃくちゃやってます。受験生です。勉強や高校のアドバイスください。受験勉強っていう受験勉強、実は私は数学とかさ、英語とかっていう勉強はあんまりしたことがなくて、受験勉強ちゃんとしてたっていうと絵の受験勉強なんだよね。芸術学科のある高校だったりとか大学だったので、絵の勉強をずっとしてて、まあ、私は結構その集中するために場所を変えるタイプなので、まあ、とにかく家にいると他の誘惑が多いからし、人から家族とか喋りかけられると集中力切れちゃうので、美術室にこもったりだったりとか、アトリエみたいなところこもったりとかして、もう一切遮断という環境から帰っていってます。
えっちゃんが小さい時に一番覚えている思い出のエピソードはありますか？ドブみたいな、ドブ川みたいなところあるので、田舎の人だとわかると思うんだけど、私の家の近くにこれぐらいって画面外なんだけど、1メートル以上の幅のあるドブ川みたいなところがあって、幅そうね20センチぐらいかな、20センチぐらいの幅のなんかコンクリートの橋みたいなのが何本かこう、橋じゃないね、あれ多分橋ではないんだけど、こう架け橋みたいになってるのが何個かあったので、そこを渡って、あの向こう側に当たってこう探検するみたいなのがよくやってたんだけど、そこでお姉ちゃんが落ちちゃって、お姉ちゃんの身長より全然高いところだったね。当時私たちが120センチとか110センチだったんだけど、多分それがね150、60センチぐらいの高さの深さのところで、私たちじゃ助けられないよとか言って、紐とか持ってきたりとかいろいろしたんだけど無理で、泣きながらお母さんとかおじいちゃんとか家族を呼びに行ったっていう。もうやんちゃ、とにかく遊びまくっても毎日怪我だらけみたいな子だったから、そういうことがたびたびありました。ここ最近ハマってる漫画とかありますか？最近ハマってる漫画はね、まあ最近というか、まあ現在進行形で読んでるのは東京リベンジャーズとか、明日私は誰かの彼女になるだっけとか、ドラゴンボール読み直し始めた。うん、ドラゴンボール読んでます。今結構やっぱもう一回読んでても面白いかな。カメハメ派は打てますか？カメハメ派、このタイミングでいくよ。カメハメ派。えっちゃんの今の楽しみは？最近の楽しみはやっぱ車でドライブしたりとか、お買い物したりとか、ネットフリックス見たり漫画読んだり、結構充実はしてるんだけど、まあたまにやっぱね、もう寂しいなと思う時があるんで、やっぱいろいろ落ち着いたらみんなに会いたいですね。小さい頃の夢は？小さい頃の夢は漫画家とかイラストレーター、これがね、あの小学校6年生ぐらいまでかな。で、中学校に入った時に声優とかマルチタレント中川翔子さんみたいになりたいってずっと言ってて、高校でまたイラストレーターになりたいって言ったりとかもしてたかな。まあだからずっとそのあたりやりたいって言ってましたけど、今両方叶ってて嬉しいです。おすすめの香水とかありますか？これですかね、クレアチュールアンジっていうやつなんだけど、これねすごくね、石鹸みたいな匂いですごく使いやすくて、中学生の時からすごく気に入ってます。すごい優しい香りでおすすめです。何歳までに結婚したい？まあ結婚したい気持ちはあるけど、なんか今すぐしたいとかはないかな。いつまでにとかもないかも。でも結婚はしたいし、子供が欲しいかな。うん。好きな VTuber は？好きな VTuber は桃色姉さん、めっちゃ絵が上手なんでおすすめです。今の気持ちは？今の気持ちは、いや結構長いこと答えたなという気持ちですね。服を選ぶときに気をつけていること？やっぱり身長があんまり高くないから、丈感とかは結構意識してます。ドラえもんの道具で何が欲しい？どこでもドア一択かな。恋愛の意味じゃなくて、好きな YouTuber は？私あのピアノの演奏とか楽器の演奏するチャンネルがめっちゃ好きで、でまなまるさんっていうね、しんちゃんのモノマネしながら歌ってピアノ弾く人がいてですね、すごく好きです。一緒にいて気が楽な異性は？かっこいい、どっち以外で。一緒にいて気が楽か、なんかまあ難しいな。なんか結構基本的に誰と一緒にいても気が楽ですね。そんなに気を使って過ごすような人はいないです。東海オンエアのメンバーが乗っている車の中で運転してみたい車は？としみちさん、ポルシェ911乗ってなかったっけ？それ乗ってみたいですね。でも皆さんね、めちゃくちゃいい車乗ってるんで、すっごい気になる。スケスケの水着を着てほしいです。いやいやいや、スケスケの水着着たら赤番になります。好きな俳優さんとか女優はいますか？好きな俳優さんは山田孝之さんとか吉沢亮さんとか、あと女性だったら石原さとみさんです。今子供に戻れるのならもう一度やり直したいことは？子供に戻ってやり直すとしたら、まあ、もうちょっと小さい時からこう自分の見た目に気を使ったりとか勉強に集中したりとかしてもよかったかなと思います。あと10問です。あと10問、ようやく。長かった。現在の所持金額は？現在の所持金？ちょっと待って、財布。
はい、これが今のね、私のお財布です。中身、今小銭はね、すっからかんなんですよ。実はさっき代引きのものが届いて、現金で払ってね、お金下ろしたてなので、そんな貧乏ではないはず。代引きが来たりとかさ、いろいろ支払いがあったりとかで下ろしたんだよ。 1,2,3,4,5,6,7万9,000円。一番好きな服の系統は？好きな服の系統は、ロイヤルパーティーとかミーアとか、レディアゼルとかリゼクシーとか、そういうブランドの服が好きですかね。学生のうちにやっておいた方がいいこと。学生のうちにやっといた方がいいこと、自分が夢中になれるものを見つけるっていうのも大事だけど、でも私が今一番後悔してるのは、夢中になれるものを見つけて、それに夢中になりすぎた結果、勉強をおろそかにしてしまったんですよ。みんな本当に後悔するから、勉強はちゃんとしておきなさい。これだけは本当に学生のうちしかね、勉強に集中できる時間だから勉強をした方がいいです。死ぬまでにやっておきたいことは？死ぬまでにやっておきたいこと、それは海外旅行とかはできるようになったら、行きたいとこいっぱいある、ローマとか行きたいっていうのをこうやりたいって思ったことを、なるべく死ぬまでに全部やる。今のネイル見せて。今のネイル、これです。見えるかな、ちょっとインスタから画像を見せてください。こちら、可愛くない？えっちゃんと剣道コラボするには、去年か一昨年出したあの剣道の動画見てくださってますもんね。あの剣道コラボぜひお願いします。剣道する機会ないし、あの道場通い帰りでどうやってやったらいいのか分かんないんで、私本当に剣道したいんですよ。まあ道着とかも何もないけど、ぜひやれるんだったらお願いします。最近聴いている曲。最近聴いてる曲は、TikTok で流行ってる曲とか、あとひーちゃんがディズニーの曲をよく流すので、ディズニーの曲をよく聴いてます。おすすめのアニメは？おすすめのアニメは、最近見たのは、デスノートもう一回見直してやっぱ面白かったのと、あとオッドタクシー流行ってて見ました。えっチャンネルでこれだけは見てほしい動画は？えっチャンネルでこれだけは見てほしい動画は、やっぱりあの私の楽曲の動画を見てほしいし、あとアート動画はね、もうたくさん出してるんで、絵の上手になりたいなっていう方はそちらは必ず必見です。で、あと最近で言うとドライブの動画も必見。アート、ドライブ、音楽、ぜひ見てね。100個質問お疲れ様です。最後に視聴者さんに一言。おったー、100問長かったね。いやみんな質問ありがとうございました。本当にね、あのエッチャンネルね、もう3年経ちましてね、本当にあの皆さんのおかげでここまで来まして、100の質問ってね、あんまりやったことないんですけど、やってみました。結構ねぶっちゃけ系が多かったんですけど、あのみんなからの質問ちゃんと答えられてるんだったらいいなと思います。まあ、もしかしたら今後また質問コーナーね、稀にやるかもしれないし、ひーちゃんと一緒にやるかもしれないんで、その時のために質問ね、ぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。ぜひ皆さん今後もえっチャンネルよろしく。みんなのおかげでえっチャンネル頑張れてます。私の生きがいです。ということで、こちらの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。